ことなはこ書道。いらっしゃいませ。ことなはこ書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。私自らの中でもいい、私の外の世界でもいい。どこにか本当に美しいものはないのか。それが敵であっても構わない、及びがたくてもよい。ただ、あるということがわかりさえすれば。ああ、久しくも、これを追うに疲れた心。八木十吉、秋の瞳より美しいもの、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。求めるということを歌ったものでございますね。探し求めることに疲れた人の姿が見えるようでございます。美しさを求め、これが美しさだと確信しても、手に入った時には、それはつまらないものとなっている。遠くから見ると、美しく見えても、近くへ行くと違和感がある。何度裏切られても、それでも求めることを止められない。せめても、誰かに求めるものがこの世にあると、存在すると言ってほしい。不安な気持ちや、心の揺らぎを中心に据えた詩でございますね。美徳とも、悪徳とも取れる、人の性を歌ったものであるかのようにも感じる次第でございますね。美しさというのは、価値の一つでございます。一般的に価値があると評価をされているものでも、それが自分の感性に合うのかどうかは別の問題でございますね。詩に例えると、名詩と呼ばれるものでも、読んでみると今一つ、などということももちろんございます。気に病むことは全くなく、その詩とあなたがただ合わなかっただけ。世の中には様々詩がございますので、自分自身に合う詩を探せば良いだけでございます。どんなに無名でも、良い詩を書く人は、たくさんいるものでございますね。あなたが美しいと思える詩が、必ずどこかにある。そして、その詩は、きっとあなたを待っている。あなたが、運命の詩との巡り合いを果たされることを、心よりお祈りする次第でございます。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴の葉葵でした。ことなはこ書道。